ものづくり日本の次世代を担うと言われるロボット産業。ロボット製作のプロを育てる崇城大学にチャレンジを続ける学生がいる。小さい頃から何かものを作ることが好きで、高校でも電子機械科に所属し、部活動もロボット製作をしていました。その経験をさらに生かして、大学に進学して専門的な分野でもさらに力をつけたいと考えたので、機械工学科を選択しました。高校生の頃からロボット製作に心血を注いできたという情熱は、大学に入ってからもさらに高まっていった。助走ロボットの製作に取り組んでいます。地元の中の方から依頼をいただいたものなんですが、規制のものでは入り込めないハウスの中で助走できるロボットを作ってほしいとのことでした。今まで取り組んできた競技用ロボットと違って、動作する環境も大きく異なって、対象とするものも自然であるため、課題も少なくありませんが、今まで培ってきたものづくりを生かして、これから1年間しっかり取り組んでいきたいと考えています。この研究を通して、後継者不足や食料自給率の低下など、さまざまな問題を抱える日本の農業の発展に少しでも力になれればと考えています。彼は何事にも自分で積極的に取り組んで、自分から何かをやりたいっていうことを言ってきます。こちらが何かを与えなくても、周りと協調しながらいろんなことを進めていくような学生ですよね。杉原君は毎日設計を頑張ってくれている人ですね。僕たちがもうこれでもいいんじゃないかって言っても、彼だけは妥協せずにずっと締め切りギリギリまでより良いものを作ろうと毎日頑張っている人ですね。自然を相手にするロボット、さまざまな環境を想定し、それに対応するシミュレーションを繰り返しながら、研究はさらに進化し続いていく。産業用ロボットの研究開発に携わりたいと考えています。今まで培ってきたものづくりを生かして、さらに専門性を深めて、好きなことで社会に貢献することができればと考えています。高校生の頃から没頭してきたロボット製作、人とロボットが共生する社会を目指し、この経験を生かしながら、さまざまなロボット開発を続けていくと彼は言う。